でしょう。目を覚ましました。え、見せて見せて。いやー、ほんとよかった。もうちょっとで私のお箱、初級順位必須応急処置スキル心肺蘇生法を使うところだったよ。まあまだ使ったことないんだけど。しか、ごめんごめん、寝起きにこんなペラペラ喋られちゃ迷惑だったかな。行くぞ、ダコの光で。いや、この一撃で。
竜と共に戦え。自己紹介が台無しになったな。道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかも木っ端みじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、逃げるな。行こう。くっ、油断した。謎を解き、レインの情報を得ることができた。でも時間はまだ分かってない。他にも手がかりがあるはず。日時計を回した時、それが示すものも変わった。光の下でならその上に指針の影ができる。変形を中心とすると玄武の方位は北。牛の刻、夜が明ける前に。婚礼院は祭主の核が選んだ州の主。その歴代の礼院の中には祭主の共鳴者が存在する。しかし前任が辞任した後、礼院不在のまま長い時間が経った。そして今回の物語、ワントーの戦いが始まる。極楽の地は砂と無種の兵器が残る暗天に覆われた不毛の地。長らく今州に負けが続いていた。憎き無双戦士が散らばった兵器の念を取り込み、
亡者の残響を己の兵士として刺激する力を振るうその最中、現れたるは予期の元将軍カジョリン。天に並びし蒼月は災いの訪れを語る。カジョリン将軍が剣を高く掲げ決着をつけるべく飛び出したのだ。黒い炎に染まる剣、それに焼き払われる眼前の敵ども、もはや彼を止める者は何もない。そしてその時、極楽の原に逆さまの雨が降り始めた。天に落ちる雨粒の洞穀と怪物の方向、煉獄と化した戦場の騎士も音が鳴ったのだ。カジョリン将軍は最後の命令を下す。全軍に次ぐ戦線維持、最後まで戦え。漆黒の炎でその身を焼きながら、彼は無双戦士と死闘を繰り広げた。だがその後の行方は妖として知れぬまま、絶望取り巻く戦場の沈黙を切り裂くは雷鳴のごとく炸裂した流銀。ある少年が光竜の旗を引き継ぎ、苦戦の末予期を導き、全軍が撤退を果たしたのだ。この一戦で名を挙げた風の竜を操る少年は数々の武勲を賜り、核によって新しい鎮守将軍に選ばれたのだった。失踪したカジョリン将軍は席を問われる。そして無謀な指揮を取り大量の兵士を殺したとして、交流史上でも有数の咎人となったのだ。この戦いでひどく消耗した今週だが、最初がようやく重い腰を上げ霊院を決めたこともあり、採取と新しい霊院の下で今週は明るい未来をたどると、皆そう信じている。どこかな？俺を探してる。見つけた。
将軍です。無感謝だと、奴の周波数まで組み直せるというのか。
ギャップ。はい、前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から光光たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。事の成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。